やっぱりこうライブとかを普段私たちやってて、こうだいぶ大人になっていろいろこうどれくらいこの一つのライブにはお金がかかってるかっていうのもやっぱ知るようになったんですね。なんでもう無料ライブみたいなのをそれこそ5億かけたらどんなことができるんだろうっていう、本当にやりたいことをみんなそれぞれ全員5人分の夢が詰まったもう最大のライブを、もうお客さんもタダで入れるような大きいコンサートをやってみたいです。これはみんなにとっても夢ですよね。ねえ、せーの。あ、もうみんな私、みんな私だ、ね、全員の前さん、あ、自分でも挙げちゃった、恥ずかしい。じゃあまず選ばれた、玉井さんの方、はい、ご自身も挙げられてましたが、すみません、挙げちゃいました。幸運の持ち主だというのは私だと、はい、いうのはなぜ、なぜご自身あのですね、かれこれ9年間ぐらい黄色を身にまとってきて、占いとかでだいたいすごい金運がいいって言われるんですよ。だから私やっぱ黄色を身につけてるだけあるのかなと、なんかどんどん幸運の運気が上がってきてるのかなと思いました。でもみんな私だと思わなかった。金運いいんですけど、ちょっと銭ゲバキッズがあるみたいでいいことだよ。悪く言えば銭ゲバ、よく言えば金運がいい。ハロウィンジャンボ買います、ね